黄門筋肉腫とは骨、そして筋肉や脂肪といった軟部組織にできる腫瘍である。小児や青少年がかかることが多いが、稀に成人でも発症する。腫瘍は体の様々な部分にできるが、自覚症状がなく発症頻度が低いため、腫瘍が大きくなってから初めて気がつくこともある。性比は男、女。 小児がん全体に占める割合は3%程度から8%程度とされ、1歳から4歳くらいまでは特に多く、全体の2、3が6歳以下。乳児期5から7歳頃、10歳代に発生のピークがある。日本での発症者数は年間90人程度とされる。当該疾患の発症率を高める疾患として、リー・フラウメに症候群。 神経線維種一型、ベックウィズ、マイナスビーデマン症候群、コステロ症候群、ヌーナン症候群、メンニエイ症候群などが知られているが、十分に解明されていない。すべての部位に発生する可能性はあるが、後発部位が存在する。頭頸部、通常は眼下、または上院頭同、学齢期の小児で最も多く見られる、非尿生殖器系、膀胱、前立腺。 出資し、青年で最も多く見られる体幹、その他の部位転移は、患者の15から25%に発生し最も多い部位は肺である。骨、骨髄、リンパ節にも転移する。胎児型とホース型の2種類に大別される。硬直化した、黄紋筋肉腫症にの典型例では、全身症状は現れない。腫瘍発生部位に触って判別できる硬い主流が認められる。 深部に発生した腫瘍では、近隣臓器が圧迫され、圧迫された臓器の機能障害や血尿、性質の変化、疼痛などが現れる。放送性黄紋筋肉腫の拡大写真症にの黄紋筋肉腫は、病理組織学診断を目的とした、顕微強化での観察による、腫瘍細胞の増殖パターン、及び形状に応じて、胎児型とホース型とのに大組織型系に分けられる。 胎児型は小児に多く、眼科や頭頸部、泌尿生殖器系などに使用ができることが多い。長期音は比較的良好と言える。また、鼻腔膣、膀胱など粘膜で覆われた、肝空臓器にもできることがある。この場合は胎児型の特殊型である、ぶどの棒状の組織所見が出現する。一方、ホース型は年長の子供や青年に多く、体幹や四肢に、 主に発生する。しかも転移や再発が起こりやすく、治療抵抗性となりやすいため、胎児型よりも悪性である。胎児型とホース型はさらに以下のタイプに分けられる。胎児型ホース型血液検査、尿検査、画像検査、骨髄検査を組み合わせて行う。下下科手術、放射線療法、化学療法、黄門筋肉手、黄門筋肉手診療ガイドラインより引用し改変。 極ワ報告からの予後因子 CPK クレアチンホスフォーキナーゼ LDH 乳酸ガス水素酵素。ありがとうございます